本当にね狙ってるわけじゃないの。本当にねめちゃめちゃ恥ずかしかったし、できたら今の状況というかね、もっと成長した姿をお見せしたかったんですけどそう、なんかすごいね、多分見ている方はびっくりさせてしまったんじゃないかと思いましたそう、あの大画面にね、私は本当にありがとうました。こうやって枠になって終わっててさ、みんなでおめでとうとかチームエイトって感じかと思ったけど、あんな一人一人出るやんと思って、みんな可愛い顔でおめでとうとかおめでとうって言いながら、おめでとうってできちゃってめっちゃ恥ずかしかった、うん、そう、あれはねもし知らない方がいたら、インスタとかツイッターはもう遡らないかもしれないけど、インスタだったらね、そうジェットコースターで、うん、そうジェットコースターのやつでね、ソフィア・ベル役で出てた格好なので、それを見ていただければご納得できるかなと思って、うん、そうめっちゃ恥ずかしかったね、あれはね本当に。でも撮る時もめっちゃ恥ずかしかったのよ、撮る場所もなくて横道ってドヨドヨしてた、マジ恥ずかしいんだけど、そう、その現場にいた人たちがね、そう見てくれていた人たちが、そう、なんかちょっと私の時だけどドヨ向きが起こったっていうのを聞いて、あーこれやったなと思って、そう本当はね本当に普通にちゃんと撮りたかったのよ、誰かに撮ってもらってね、こうやっておめでとうとか、だけどあの時も一人でその何おめでとうって撮るのもさ、お願い、誰かにお願いするのも恥ずかしかったし、やっぱりそんなに一人でさチームエイトーチームエイトーってあれ何回か言ってたのね、そうそう、それでおめでとうとかそういうのをね誰かに撮ってっていうのを私は言えない性格なので、あとすごく恥ずかしくて、で撮れる場所もそうメイクをその場で、その場っていうかそこの会場でもうメイクしてたから、そうあの家からメイクはしていかなかったの、そう家ちょっと遠いもんでね、あのそう、それまでの間に、しかもあのめっちゃ濃いメイクだから、あの濃いメイクはね何かナチュラルメイクしてから濃いメイクにすればいいじゃんって思うかもしれないけども、中の中から濃いもんで、そうだからねあっちに行って完璧にしてってやんないと顔が成立しなかったのね、だからちゃんとしたメイクをできたのは本当に本番の何日か前とか本番後しかなかったから、ほぼあのメイクだったからね、あの本番前後、前後後は違うけど本番とか本番の前とかはずっとあのメイクだったから、そうであれをしかも楽屋の外でね、スタッフさんとか、楽屋もさ空気入れ替えるためにってか何換気のために全部空いてたからさ、でしかもその何あの武蔵野芸能劇場ってね結構電車のすぐ近くなの、だから電車の音もうるさいから、あこれ私声を大きくしなきゃダメだと思って、めちゃめちゃ恥ずかしながりながらも一発勝負でチーム8とかそうおめでとうとか言っちゃってたから、めちゃくちゃ恥ずかしくて、撮ってる時も恥ずかしかったし、それでその会場に流れてどよめきが起こったってことに対しても恥ずかしかった、そううん、そうまあでもね、そうそうそう、そのお仕事で忙しくしてるのが映せた映せたっていうか、まあそうね、そう言ってる通りね、そうしょうがなくというかね、狙ったんじゃなくてしょうがなくあの学校で撮ったっていうのがね、まあ、またそこもいいんじゃないかなと思って、しかも何そのもしそのどよめきが笑いであったならよかったかなと思います、うん少しでもね画面の外側からでも皆様に笑いを届けられたなら嬉しいです、うんそうだからねすごく恥ずかしかったけど、でもまあそういうの聞いてまあどんまいというかある意味良かったのかなと思って、受けたいって感じはあるんだね、受けたいとは思ってない、本当に狙ってない、マジで、うん、正直本当にどうだろうって思ったから、その送ったスタッフさんにも言ったの、ごめんなさい本当に時間なくてあのこういう動画しか撮れなかったんですけど
誰か分かりますか、これで大丈夫ですかっていうのを聞いた上で、あ大丈夫ですよって来たから、もうしょうがないと思って、そう、まあ、でもね、それでなった結果でも私は可愛く映りたかったけれども、笑いができたなら、うんまあいいかなと思います、うん、まあねまあそう、もしかしたらそれがね、横道らしいってなったのかもしれないしね、うん、もしかしたらねそう、そのジェットコースターについての話なんですけど、そう、ジェットコースターも5月31日までね、アーカイブ配信の予約ができるので、受付中なので、まだまだ、そう、今回ジェットコースター見に行けなかったよって方とか、そう、その見たけど、あ何回か見たいとか、そういう方がいらっしゃったらね、なんかすごい聞いたところによると、ちゃんと抜いてくれてたりとか、綺麗になってるらしくて、やっぱり生配信じゃないからね、そうもしプレミアでね見せてくれた方がいらっしゃったらね、前日のやつだね、そしたらそうアーカイブで設備ついてくるんですけど、うん、そう、配信予約は5月31日までなので、そう、今回そのジェットコースターはね、その配信に関してもチケットに関しても全部その私の専用の URL があるので、私のインスタグラムに後で貼っておきます。インスタグラムのジェットコースターの何、ジェットコースターのチラシが貼ってある投稿があるので、そこに付け加えておこうと思います、ジェットコースターの配信の URL を。あとストーリーにも載っけておきますね。多分ね、ジェットコースターでね、ハイライトにもしてあると思うので、ハイライトにも載っけておこうと思います。そう、ジェットコースターに関して、そう、これからまた話していくので、それで興味がおありになった方もぜひ、あのね、ジェットコースターはね、ミュージカルだったの、久々のね、やっぱり舞台に出させてもらうことすごい多いんだけど、ミュージカルってやっぱりなかなか、そう、私すごいやりたいけど、やっぱりそんなに多くもないから、すごい楽しかった。なんか、なんていうのかな、まあ、演技するのもすごい楽しいし、なんか歌っていろいろ表現しながら伝えながらっていうのがすごい楽しくて、なんかミュージカルっぽく歌って表現するのすごい好きなんだなって改めて思って、なんか自由に自分でここが楽しそうに歌ってとか、そういうところとかでめっちゃ、そう、なんか、はあ、これミュージカルやってるって思えた、うん、そう、ミュージカルやってるってめっちゃ楽しかったね。踊りも踊ったし、踊って歌って演技してって感じで、そう、しかもね、まさかのあんなに可愛い衣装で、まさかのツインテールとかね、ここツインテールここ、それでここのね、フリフリのカチューシャをつけて、あんな可愛い衣装で、もうないと思うね二十歳メイドさんしちゃいました。しかもね、私初めてカラコンを入れてステージ出しました。もうね、カラコン入れるの、カラコン入れてね、舞台とか出るの初めてだったからめっちゃ不安だったんだけど、そう、それでね、まあ秘話というか、そのカラコンが今までずっと反対につけてて、タマで見たかったんだよね、全然入んなかったし、なんかそう、教えてくれた友達反対に教えられてたみたいで、それで後から言ったら、え、違う、それってちゃんと合ってる方に教えてよって言われたんですけど、私がなんか間違えて解釈してたらしくって、もういつもめっちゃ痛くて目充血してて、でもやっとね、正解の方向を見つけてパンって入れたら、あ、これはいけるわって思ったので、うん、そう、カ
からなんとかカラコンを。そうだからジェットコースターでね、何が成長したかって一番はカラコンカラコン入るようになったの本当に良かった。そう本当に、あそうね、メイクめっちゃ濃かったからね、カラコンっていうのもメイクだったかもね。メイク本当にすごかった、マジで。もうメイクさんってかな、衣装さんとかそういうの全部スタイリストさんがいろいろ提示してくれて、こういう感じっていうの本当に濃くしてください、濃くって言われててずっと。だからそうみんなめっちゃ濃く濃くしてて、本当に誰かわかんないくらい濃くなってたね。そうめっちゃ濃かったよ。だから本当にアメリカ人みたいにこうやってクッて入れて、そうここにね、私もね最終日2日目最終日くらいにこうやってここにね、なんとかダブルラインというね、二重線を、大きな二重線を入れてね、そう本当にそうだった。しかもうん、あのまつげ、つけまつげもつけてたね。まあ、そうソフィアがね、あれなの、ソフィアが給仕係だからそこまで濃くなくていいよってなってて、だからそんなに色がとかは入れなかったんだけど、うん、なんかつけまつげもちょっとナチュラルめだったあったんだけどね。うん。そうそう。それでね。あ、嬉しい。ブロマイド。そう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 。あのね、今ね、あのアーカイブの配信とともにね、ブロマイドもまだ受付してるんじゃないかなと思う。そう。アメリカンな可愛いメイド服を着たソフィア・ベルちゃんが見たいなって方は、もしね、まあ本編も見てほしいけど、最悪ね、そのブロマイドだけでも。そう今回のブロマイドね、破格すぎてすごいよ。6枚で1000円びっくりしちゃったね。そうそれがね、6枚で1000円で、私は3種類あるんですけど、すごい可愛く撮っていただきました。そうあのツインテールなんてしちゃってね、ぜひ記念に。まあ嬉しい、ブロマイド ABC 買って今日届いたよ。だってそうもうね届いてきてるらしいので、皆さんもぜひ。6枚でワンセット1000円ってすごいよね、うん、ブロマイド3種類買いました。だってありがとう、楽しみにしてて、お楽しみにしててください。うん、我ながらに漏れたと思ってますまあメイクもメイクだからね。そうめっちゃ買って、ね、まさかのツインテールでねぶりっこしちゃいましたよ、うん、そうそうね。そう今回のジェットコースターほど男なものないでしょって思っちゃった。すごい本当に。だってマジ前売りのプレミアムはチェキもついて、アーカイブも見放題のやつついて、それでチケットプレミアム場所のねチケットもあったからお得だったんじゃないかなと思います。ブロマイドもね6枚で1000円だからね。そうなんで、まあ嬉しい、みんな買ってくださってるんですね。そうぜひね、ブロマイドとかも気になった方いらっしゃったら、インスタグラムとかサンプルみたいなのも載っけてあるので、ぜひ、うんうん、そうでも楽しかったな本当に、みんな個性豊かすぎてね。うん、そうすごかったね。うん、そうあの私が好きって言ってたさ、あのジーンわかるかな、あの嫌だもんって人、あのそうそうキャラがめっちゃ濃い人ね。そう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 、
あの方、そう、あの夕飯を王飯、夕飯礼飯で違ったんだけど、そう、川村さんと、川村さんと板場さん、そう、そう、私にも選ぶ権利くらいあるわよ、あの人めっちゃ面白い。そう、その人と、あと結構私のファンの方の中でも推しが多かったジム、あの大道芸人の人ね、こういう人。私ね、違う役だったらね、ジムやりたかった、大道芸人の人。そう、あの、そう、礼飯を、礼飯と夕飯の寺院と大道芸人のジム、そう、3人でサルバクチっていう劇団組んでるんですけど、うん、なんかいつもはね、そう、話いっぱい、そう、本当に最終日の最終日になんかめちゃめちゃ早く起きちゃったから、私、そうしたらちょうど川村さんと、そう、ジムのね、鶴さんって書いて、村上鶴さん、女の方なんだけど、その方早く来てて、でお話いっぱいして、そしたらなんかミュージカルとかこういうの初めてだったらしくって、そう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 、でなんかそのもともと3人でずっと劇団やったから、本当にリアルなっていうか、マジでコントじゃないけど、ちょっと言ったら違うかもしれないけど、吉本新喜劇みたいな、なんか本当にリアルなコントみたいな、そういうのをやってるらしくって、普段めちゃめちゃ早口ってバーって喋って、だからそう、それも楽しそうだなと思って、今度そう舞台3人でまたやるって言ったんだけど、めっちゃ見に行きたかったけど、ちょうど仕事入ってて、そう、出たいです、出させてくださいって言ってるので、またいつかできたらなと思います。あ、失礼します、野菜スープ飲みます。ふんふん、ジムさん、村上鶴さんは地元静岡、それで最初話しかけてくれて、そう、めっちゃ嬉しかったです。わしもね、あの川村寺院が一押しでした、実はね、実は、そう、ジェットコースターで一番好きなのは川村寺院でした。うんうん、本当にね、キャラも強いし、なんか私のメイドなんか興味ねえよって人でも本当に笑えて面白くて楽しめるんじゃないかなと思うので、ちょっと落ち着いてるじゃないけど、落ち込んでるなとか、最近気分乗らないなとか、雨ばっかりで嫌だなって人、まあ今日めっちゃ晴れてたんだけどね、昨日も今日も、けど、まあ、梅雨に入ってくるしね、そういう人がいたらぜひね、そう、ぜひアーカイブで見ていただきたいですね。そう、やっぱりその川村仁さん、何がいいかって、引き出しがめっちゃ多くて、あそこにあの公園でやるまでにいくつもいくつもネタ持ってて、引き出しあって、すごい、あんな台本からあんなに膨らむんだと思って、なんかすごいわーって思った。私もああなりたいって思った。やっぱり引き出しの多さって大事よね。うん、すごく思う、演技するのに、喋り方とか仕草とか全部そうだけど、やっぱり一定だと冷めちゃうし、めっちゃ面白い。そう、アドリブがマジで面白いのよ、川村仁さん、すごい。そうそうそう、だからね、本当になんかもし、そう、そういうの興味ある方がいたらぜひ、うん、本当楽しかった。久々にミュージカルできてよかった。本当にさ、そう、その直前ってか、何、直
ちょっとママ里見派遣伝の本番があって、その後稽古合流だったからめっちゃ遅れてたもんね。私めっちゃ不安だったんだけど、でもその後から入ってもすごい仲良くして、みんなでそう支えながら、支えてもらいながらできた公演でした。すごい楽しかった。そうそう、なのでぜひねアーカイブ見てほしいな。そう、31日前だからね、予約迷ってる方はぜひ。15年ぶりぐらいにミュージカル見ましたよって、うわ嬉しい、ありがとうございます。そう、稽古時間短くて大丈夫ってなった。そう、稽古時間短いのよ。しかもそしてですね、今回のザ・エンド・オブ通勤休校大爆破もめちゃめちゃ稽古期間短くて今大焦りしているところでございます。そう、まあなんとかねセリフは入れてきてはいるんですけど、セリフやない、もっと上をね。そう、しかもね、いつも稽古の稽古じゃない、小屋入りっていつも1日前2日前なんですけど、なんかもう小屋入りして今日で場当たりとかしてて余計焦りましたね。そう、でも本当に今回も今回でキャラが濃い。本当に今回女の子だけの舞台なんですけど、皆さん可愛い女の子ばっかりだからね、おいで見においで。そうで、そう女の子ばっかりなんですけど、すごいみんなやっぱり持ってるもの違うから、なんていうの、持ってる役柄とか持ってる力引き出しがみんな違うから、すごく面白い。うん、あ、小屋入りっていうのはその何、本番の場所っていうかその会場、会場に入ってその舞台で舞台に入ること。そう、そこで場当たりって言ってその場所を確認したりとか、その裏動線確認したりとか、そう、とりあえずその会場に入ること、会場に入って稽古したりすることを小屋入りって言うんですけど、そうで、なんかそう、本当にまたジェットコースターとは違った、うん、ものを持ってる人が多くて、そう、なんかそう、今回の舞台のそう細川さんって方があれなのよ、その何、アイリス・イン・プロジェクトっていう女の子たちの舞台、結構そのなんだっけ、そう前にもね共演した方とかも結構出てる、あのクニさんとか、まあ、分かる人は分かると思うんですけど、そうで、そういう人たちもいろいろ、あのそうあれだよ、私がロボットやった時、アンドロイドベルミナやった時、時空警察、そうベッカールア、そう時空警察ベッカールアをやった時の女の子たち、そうあれも女の子たちの舞台だったんだけど、あそこに出てた子でもアリスインプロジェクトっていう舞台に参加してる子多かったんだけど、本当に女の子だけで作ってて、でも本当に面白いの、マジで笑いが絶えないんだけど、すごいね楽しい、本当に女の子ばっかりで、すごいキャラも濃いし、やっぱ表現力がすごいね、うん、やっぱり個性豊かなのは本当に豊かだし、やっぱり一人一人発声も違うし、で A 班 B 班で今回全部ダブルキャストで、あ、みちおちゃん役だけ違うんだけど、そう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 、その子だけシングルでやるんだけど、他は全部ダブルキャストで、うん、
コメディ、まあそうね、ホラーコメディみたいな。コメディでもあるけど、確かに面白いとこめっちゃ面白いけど、へっってなるとこもある。怖いとこもあると思う。ゾッとするというかね。ある意味怖いところと単純に怖いところとみたいなのがあるかな。うん。すごいよ。私本当にこの台本を読んだ時、台本を読んだ時私理解力なさすぎるからよく分かんなかったんだけど、そうでも作っていくうちにどんどんみんなで作っていって、いろんな話をして話し合いしていく中で、こういうことって気づいた時よ、マジで鳥肌立った。だからそれを皆さんに伝えて、そうお届けしてね、皆さんも最後の最後までゾワッとしてもらえるような作品になれたらなと思ってます。そうだからね、そう私みたいな人だと一回だと難しいのかもしれないね。うん、そうだから何回か見るのもおすすめかも。あのね、すごい本当に、ぜひ見てほしいね。でそれで一回見て、もし分かんないなと思ったら一回整理してほしいかなと思って、頭でっていうか、まあ、この人こういう感じ。でそれでなんとなくうーんって感じで、多分2回目からまた気づくことが違ってくると思う。いくつもあるの、そうやって気づきたい場面っていうか、気づいてほしい場面が。うん、 DVD ブレーレイ化の予定はある。どうなんか、それはまだ多分わかんないって言ってたような気もするけどな。配信もあるみたいだけど、うん、そうそう。マジですごい、あの伏線だらけ。こんな伏線お化け台本見たことないっていうか、いや本当に細川さんも自分で言ってらっしゃったんですけど、すごいなんか、あ、なんか不思議な作品に出来上がったって言って、なんか新しくてなかなか面白いと思うって言ってて、そう細川さんもすごいずっとずっとやってらっしゃる方だから、脚本もね、演出も、うん、そうだからね、そうしかもそのそのスタッフさんの中でもずっと細川さんとやってるけど、本当に細川さんに外れないって言ってて、本当に細川さん自体が本当にすごい方で、うん、そうすごい、こういうことかって気づくことが多くてびっくりすると思う。なかなか、なかなか面白いと思う。だからサスペンスとかそういうのが好きな方とか、ホラー系が好きな方とか、まあコメディ好きな方とか、いろいろ本当に詰め込まれてるんですけど、すごい、うん、めちゃめちゃ楽しい。でもその分テンポ感とかずれたら絶対面白くなくなっちゃうから、その分めちゃめちゃね、うん、集中しないといけないではあるんですけど、すごい楽しみながらやってます。うん、しかも A 班 B 班全然違うからね。私も時々、そう A 班の星木ちゃん、そう星木聖奈さんがお休みだった時とかは代役で入ったりするんだけど、やっぱり全然違うのね、雰囲気だったりとかキャラ作りも違うし、同じ名前なのに全然違う人になってたりとか、その人によってやっぱり役が違うから、それもまた面白い。うん、そうそう、今はどこかの劇団にお世話になってるって感じですか？全然ない、めっちゃ全くフリーですね、今は。全くフリーで やらせていただいてます。今出ちゃった？お見苦しかったらすいません。うん、なのでぜひ見に来てください。5月29日からかな、5月29日から
5月29、5月30、6月1日、6月2日かなしで、6月3日、6月4日、6月5日、6月6日。1日足りなくね？足りてる？わからないけど。そうね。すごい。めちゃめちゃ楽しみ。めっちゃ大変だけどね、やっぱりすごい結構セリフ量も多いしテンポも大事だし、うん、やっぱりね、でもそうやっていただけたからにはやっぱり素敵なものを皆さんにお届けしたいし、このね、コロナのこういうご時世だからこそ皆さんに何か伝えられるものとかあるんじゃないかなと思って日々やっていますので、うん、やっぱりこういう時期にやるからこそその意味のあるものを皆さんにお届けしたいです、うん、そう、私はそう B 班 A 班 B 班であるんですけど、私は B 班の出演なので、ぜひね B 班見に来ていただけると嬉しいな、うん、そうそうそう、すごいね、期間キュッキュッキュッの中でいっぱい、今回はそう 3つぐらい連なってたんですけど、でも予約ね、これが終わったら落ち着けるということで、落ち着ける、まあ舞台はね、舞台は一旦落ち着けるから最後まで駆け抜けたいと思います。そう、そう、しかもね、そう今回またなんと主演をさせていただけるのでね、ありがたい。そう今回はねこの3作品というか、里見八犬伝とジェットコースターとエンドオブ通勤急行大爆破、この3つ全てなんと主役をさせていただいております。本当に嬉しい。もう確かにプレッシャーとか重荷がズーンってきてる3作品だったんですけど、ラスト1個駆け抜けていきたいと思います。嬉しいね、本当に本当にありがたいし、そうやっぱりねすごく嬉しいし、そうなのよ、一応言ったこと、私もね里見八犬伝とかジェットコースターの余韻まだ抜けておりません。だけどね、まあ、とりあえず体と心は切り替えてやっています。だから今余韻に浸れって言われたらもうズブズブ浸りますが、そんなことをやっている暇はございませんそう、しかもね今回ね3作品とも全部幽霊絡み、すごいですね。お化けが何か神様が見てくれてるんじゃないかと思って楽しんでやっていきたいと思います。そう、そうなのよね。そう今は忙しいんですけども、やっぱり忙しいことってありがたいだなと思います。このご時世なのにね、こうやって忙しいし大変だけど、こうやってやりたいことをやらせていただけるって本当に嬉しいので、うん、すごく嬉しいです。なのでぜひ、そう私のねチームメイト時代をしか知らない方も、そのアイドルだったことを知らない方も、ぜひ今の私を知って見ていただけたら嬉しいなと思います。本当にね、こうやって今の自分でその皆さんに元気とか幸せとか楽しいものをお届けできたらなと思います、うん、やっぱりねこういうのもしてるのは本当に皆さんのおかげなので、ちゃんと恩返しというか恩返し以上のことをしたいなと思います。すごくねありがたいです、本当に嬉しい。なんか横道ちゃんかっこよく、かっこいいっていうかたくましくなった気がする。ありがとうございます。豆腐メンタルがこんにゃくメンタルくらいにはなったんじゃないかなと思いますそう嬉しい。チームメイト時代をあんまり応援できなかったらこれからいっぱい応援するねって、ありがとうございます。本当にその気持ちだけで横道頑張ります。
トミチンとか言えなくなりますね。全然お好きなようには呼んでください。本当にね、こうやって今こうやって笑えていろいろ話してることが幸せだなってめっちゃ思います。なんかいろいろ乗り越えてきたなって。まだね、まだまだですけど、まだまだですけど、今までのこと考えるとね、うん、振り返るの前を向けっていうこともあるけど、振り返ってたまには自分を褒めることもありかなって思ったりもします。そうね、私はそう、よくね、自分で一直線になってね、うーってなりがちなので、日頃から自分を褒めていこうと思います。そう、自分を褒めたり、何にも考えない時間を作りたいなってめっちゃ思います。そう、よくね、そう、マッスル力也さん、ご存知な方はご存知かと思うんですけど、うん、グループ、あの、そう、ショートドラマね、ショートドラマのグループとか、テラリウム、そう、テラリウムでもお世話になったマッスル力也さんって方がいらっしゃるんですけど、こうラジオとかでもご一緒させていただいてるんですけど、その方すごい、あの、何、めっちゃ見てくださってて、なんかすごいね、相談にも乗ってくださるんですけど、そう、結構ね、あの、ラジオとかそういう場面ではめちゃめちゃ毒舌なんですけどね、そうなんですけど、すごいお話聞いてくださったりとか、私結構それで優しくされちゃうと泣いちゃうんですけど、泣けっつって、とりあえず全部出せ、悪いもの全部出せって言って、だから本当にそういうのとかも、何も考えない時間出せ、考えない時間を作った方がいいとか、そう、こうやってやった方がいいって言って、そうだからね、すごいやっぱり人生の先輩って大事だなと思います。本当に皆さんもですよ、皆さんがこうやって応援してくださったりとか、いろいろお手紙くださったりとか、いろいろそうやって皆さんのお話とか励ましがあったりとか、それにすごい救われてるので、本当に人って大事だなってめっちゃ思いました。うん、もうね、すごい皆さん素晴らしい、すごいです、もう私の大先輩です。本当にこれ見てくださってる皆さんも、本当に関わってくださってる皆さんも、家族もみんな、本当に一人でもかけたら絶対今の私っていないし、うん、嬉しいね、こんな素敵な言葉をショールームでもこうやっていっぱいいただけて、ツイッターとかインスタとか手紙とかもいろんなところでありがたいお話とかね、言葉をいただけて、本当にそれに救われてるので、うん、本当にね、皆さん見てるかなとか、こんなこと言ってもって思ってるかもしれないんですけど、本当に感謝してます。本当に救われてるのいっぱい、うん、だからね、本当に嬉しいし、言葉じゃなくても心でも見に来てくださってるとか、いつも喋れないけど言えないけどこうやって応援してるっていうのとか、だからこういうショールームとか SNS をフォローしてるだけだとかでも、こんだけ興味を持ってくれてるとか応援してくれてるって思うのがすごく嬉しいし、ありがたいことです。本当に、うん、それが頑張ってる、頑張れてる私の源なんですね。本当にありがとうございます。うん、すごく嬉しい。こうやって今見てくださってる1143人の皆様、本当にありがとうございます。だからね、それだから私も頑張ろうって思えるし、うん、やっぱり皆さんにもね、ちゃんとこうやっていただいてるからこそ、皆さんに
何かお返しとかお返し以上なことをしたいと思って頑張れてます。本当にありがとう。ちゃんとした幸せのお届け物屋さんになれるように、まだ見習い状態なのでね、いつかちゃんと立派な幸せなお届け物屋さんになれるように頑張ります。そうでね、そう、あ、もう結構ね時間経っちゃったんだけど、私もまだね明日もあるし、そういろいろやりたいこともあるんですけど、最後にね、そう、チームメイトのお話をしようかなと思います。あと、そう、私もともと知らない方もいるかもしれないんで言っておくと、 AKB48 チームメイトの静岡県代表のメンバーだったんですね。そうで、その AKB48 チームメイトの全国ツアーというのをやっていて、うん、それでそのチームメイト全国ツアーがあって、それがね、なんと23日にファイナルを迎えました。おめでとうございます。本当に約7年ですかね、約7年でなんと完走してくれました。本当にありがとう。なんか本当にやっぱりずっとつなげてきたもの、私はやっぱり途中でそう卒業しちゃったんですけど、それでも 何人とか卒業した人もたくさんいます。だけどやっぱりその次のメンバーが入ったりとか、残ったメンバーもそれを引っ張っていってくれて、ちゃんと全国ツアーを果たしてくれたのがすごく嬉しいです。47の素敵な街へ全部完走しました。本当にすごいことだし、ありがたいことだし、やっぱりそうやって全国を回って全国を回っていろんな方に出会えたりとか、もしくはついてきてくださるファンの方もいらっしゃって、うん、そういう方々がいらっしゃるから、そしてそれを企画してくださるスタッフさんがいるから、そして一生懸命頑張ろう楽しませようっていう、ね、メンバーがいるから、そうやってねここまで来れたんだなと思います。約7年かかると思っていませんでした、私は。うんでもね、すごいちゃんと叶えてくれました。うん、本当にすごい。47都道府県全部回ってくれました。しかもね、17ライブという素晴らしい、本当に見えないからでも17ライブインストールしてれば見えるって、ね、本当に優しい環境でやってくれたなと思います。うん、最初の箱は800人、それが横浜アリーナの予定だった。全部回りました、47都道府県。すごい、本当にありがたい。しかもね、ひーちゃんも戻ってきたしね、おだいりも綺麗でした。そう、すごい感動したね。私もそう、あのちょうど稽古があってね、そう稽古もあったし、そう、しかもその稽古がね、いつもギリギリまで分からない、前日までそう何時からですっていうのが分かんなくて、でそれで私も本当行きたかったんだけど、その日稽古だと思って無理でっつって、でそれで17ライブで見えるっていうの知って、17ライブで合間時間とか移動時間には見てたんですけど、そう時々見てたんですけど、ラストら辺は結構見れて、みんなボロボロ泣いてたの。それに釣られちゃったよね、ボロボロでした。うん、めちゃめちゃね、もう
涙が止まらなかったですね、うん、そうすごい。しかもあそこにね、立てたとは言わないけど一緒に何参加じゃないけどさ、映像でもおめでとうって言えたりとか、チームエイトってコールをさせていただけたことも本当に嬉しかったし感謝しています。うん、みんなにも届いてるといいなと思って、メンバーにもね、やっぱりここまで一生懸命ずっと続けてきてくれたメンバーとか、そうまた後から入ってきてくれたメンバーとかで、それでずっと応援してくださってるファンの方々、時々じゃない途中からね、また初めて知ってエイトを応援してくださってる方々とかで、それで本当にライブだけでもちらって見てくださった方にもすごい感謝の気持ちでいっぱいです。本当にチームメイトはね、私の宝物です。本当に誇りに思う、あのチームに入れてよかったって思うし、うん、これからもずっと突き進んで頑張っていってほしいなと思います。だからね、そう8だったことを、8にいたことを誇りを持ってこれからも生きていけたらなと思います。それでね、私が8を有名にしたい、めちゃめちゃおこがましいんですけど、そのくらいの勢いで頑張っていきたいと思います。うん、そう、エイトの勢いに負けないように、また若い子たちもねたくさんねまたいるので負けないように頑張ります。そう、みんなで卒業メンバーも現役メンバーもみんなでもっともっと成長して高め合っていけたらなと思います。またみんなにも会いたいしね、クレニャンとかね会ってたからね、いいなって思いました。そう、言ってる子は言ってるらしくて、うん、いいなって思ったけど、あれを生で見れたのはね、でもあそこ生で見てたら私多分その後の稽古行けなかっただろうなと思ってる。ボロボロで。そう、でもすごい良かった、素敵でした、みんなキラキラ輝いてたね。うん、本当に素敵だった、ありがとうございました。ではね、さあもうそろそろですね、私もそう久々に早く帰ってこれたのでね、いつもめっちゃ遅いの帰りが、そう久々に早く帰ってこれたので、やることやって明日の準備して早めに寝れたらなと思います。本当に久々のショールームだったんですけど、ありがとうございました、すごく嬉しかった。なのでね、またジェットコースターのアーカイブとかブロマイドもこの後インスタのね方に載っけておきますので、それのチェックと、あとナインドブ通勤急行大爆破のチケットもまだまだ発売しております。全部で5月29日から6月6日まで長い期間やっておりますので、ぜひね B 班、私の主演の方で見ていただけたらなと思います。そうなので、少しねちょっと時間空いたかなとか元気ないなって方がいらっしゃったら、ぜひ見に来てください。本当にありがとうございます。ではそろそろおさらばしたいなと思います。では最後にランキング読みます。でんでんでん、いきます。13位から読んでいきます。ウショタポンテさん、ありがとうございます。13位ね。12位、テーマットマーク佐藤あかりよしさん、ありがとうございます。11位、エニョットマークももかへの愛さん、ありがとうございます。11位、言った今、あ、わかります、わかんないから、11位エニャットマークももかへの愛さん、ありがとうございます。10位、うてちぽみぎたてんてんてんさん、ありがとうございます。9位
9位ヌーシーさんありがとうございます。8位松本坊さんありがとうございます。7位バンジェラモンスターさんありがとうございます。6位ロコポコさんありがとうございます。5位グさんありがとうございます。4位マジカナバナナさんありがとうございます。3位ジュビラントより道はしたありがとうございます。2位オートミタありがとうございます。1位 T サイトさんありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。すごくねやっぱり少しでも時間できたらなんかもう多分公演が早い日とか無理はしない程度にですけどできる時にちょこちょこできたらなと思います。配信もねじゃんけん、まあ、そうね次またいつやるできるか分かんないからね久々にやっておきますか。じゃあ最後にじゃんけんしたいと思います。いいですか。初めての方引かないでくださいね。一緒にじゃんけんしてください。タイミングはタイミング難しいかもしれないけどねいきます。いっせーのでぐーっとお腹が鳴る前にちょきっと横道のぞこうよ。そしたらパッとパン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 元気もりもり6、1、5、ハッピーさあ行くよせーの、うん、横道じゃん、うん、今日はチョキでした。皆さんありがとうございました。本当にめちゃめちゃね久しぶりでいきなりだったんですけど本当にありがとう。またできる時にゲリラでも何でもしちゃうと思います。ありがとうございました。ではジェットコースターとザ・エンド・オブ通勤急行大爆破お楽しみにしててください。ありがとうございます。あ、そうそうそうちょっと待って言うの忘れてた。今日ねぴょんちゃんの誕生日です。皆さんあの誕生日おめでとう言いに行ってあげてくださいぜひね。私はちなみに私は6月25日ね私は0時ぴったしに送ろうと思ったら寝てしまっていて0時半くらいになってしまいました。皆さんぜひはるぴょんおめでとうって言ってくださいねなんかショールームか何か言ってたら言ってあげてください。ありがとうございました。じゃあまたね。ありがとう。バイバイ。